演舞開演。どうも、本日はファミリーマートの紅鮭おむすびを食べたいと思います。紅鮭、結構ポピュラーな種類だと思うんですが、このお値段結構しますよね。こうおにぎりで考えると、それだけ品質に自信があるということなんでしょう。おにぎり開けるの苦手なんだよね。うまくやれるかな。具材は完全にご飯の中ですね。ではいただきます。やっぱりシンプルな鮭味といった感じですね。鮭の旨味はしっかり効いていて美味しかったんですが、もう一工夫何か欲しかった気もしますね。もうちょっとお醤油があったりとか。というわけでこちらの点数とさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。